悶絶ズボラ飯が発売早々大重版。誰でもうまく作れる魔法のレシピ本をぜひ。どうも、学生筋肉料理人のだるまです。あ、カメラこっちか。最近本当にね、寒くなってきましたよね。これからはね、もっともっと寒くなっていくということで、暖かい格好をしてお風邪をひかないようにお過ごしください。ということで、今回もまた本気シリーズです。一応ね、本気シリーズのことを知らない方のために説明しておくと、本気シリーズとは定番料理をより簡単に、そして本格的に作るという企画になっております。そして今回紹介する定番料理は、まちょ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 じゃん、卵サンドです。でね、今回私だれうまが一番簡単で、そしてまちょまちょ美味しい卵サンドを紹介するんですけれども、なんと皆様が大好きなレンジ調理でございます。そして今回は本気シリーズということで、じゃん、卵サンドを美味しく作るコツも3つご紹介いたします。このコツさえつかめば、誰でもマチョマチョウマッチョな卵サンドに仕上がりますので、ぜひ試してみてくだ。サイドチェスト。それでは早速作っていき、マッチョ。ということで、まずは材料紹介ですね。今回使用する材料はこちらです。はい、今回も結構シンプルなのではないでしょうか。まずはブラックペッパー、食パンね、エッグ、ケチャップ、マヨネーズ、そしてこちら何だと思いますか皆さん。ダンベルではないですよ、たくあんです。そしてお砂糖。以上になります。ほな早速やっていくで。ということで、今回はレンジ調理ということで、まずは卵を割り入れて加熱していきまっちょね。おっと、はい、ということでね、卵を3つ割り終えました。ここからね、実際卵を加熱していくんですけれども、ここで卵サンドを美味しく作るためのポイントの一つ目が出てきましたね。それがこちら、せーの、ドン。白身と黄身が混ざらないようにですね。今回ね、こちらの卵を電子レンジで加熱していくんですけれども、混ぜる際に白身と黄身が混ざりすぎないように注意してください。黄身をね、軽く潰して5回ぐらい混ぜる感じ、これで OK です。でね、白身と黄身を完全に混ぜるのではなく、混ざりすぎないように軽く混ぜる理由としては、加熱した後に黄身と白身がそれぞれ固まるんですけれども、それぞれの食感を楽しむことができるからです。じゃあ白身と黄身それぞれの食感を楽しみたいのならば、混ぜずに電子レンジに入れちゃえばいいのではと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、卵の黄身をね、潰さない状態で電子レンジで加熱してしまうと、電子レンジの中で卵が爆発して散らばってしまいます。ですので、必ず黄身には穴を開けて軽く混ぜるようにしてあげてください。そしたらこちらをラップをせずに600ワットのレンジで2分半加熱しまっちょね。2分半、マッチョ。できました。はい、ということでね、加熱が終了したので取り出していきましょうね。熱っちょ。いや、耐えれる熱さ。はい、皆さん見てください、このようにね、黄身と白身それぞれしっかり固まりまっちょね。そしたらこちらは少し粗熱を取りたいので置いておきまっちょね。ということで、卵の粗熱を取っている間にある準備をします。そのある準備が今回の卵サンドを美味しく作るコツの2つ目になります。それがこちら、せーの、ドン。たくあんを入れるべし。は？たくあん？それ大丈夫なんすか、だるま先輩って感じなんですけれども、大丈夫なんですよね。今回はですね、ピクルスの代わりにたくあんを入れまっちょね。でね、僕の家ではタルタルソースを作る際にピクルスの代わりにたくあんをよく入れるんですけれども、このたくあんを入れることで本当にまちょまちょ美味しいタルタルソースに仕上がるんですよね。でね、たくあんを入れることで何がいいかと言いますと、ピクルスと同じようにコリコリとした食感があることはもちろん、発酵食品なので酸味や程よい苦味、そして旨味もギューッとね、詰まっているんですよね。卵サンドにたくあんを入れるということで、結構抵抗ある方がね、いらっしゃるかと思うんですけれども、パンと漬物ってね、結構合うんですよね。これ騙されたと思って本当にやってみてください。飛びまっちょね。はい、ということで、たくあんをね、切っていきまっちょね。
今回はたくあんをみじん切りにしていきまっちょ。細かくね、みじん切りにしてあげることで全体的にたくあんの食感が広がり、どこを食べてもコリコリした食感を楽しめまっちょね。そしたらね、こちらに調味料を加えていくんですけれども、調味料を加える一つが卵サンドを美味しく作るためのコツの三つ目になります。それがこちら、せーの、ドン、ケチャップを入れるべしです。オーロラソースというものがあるということで、ケチャップとマヨネーズの相性が非常にいいというほか、ケチャップをね少し入れてあげることで、ケチャップの酸味でタルタルソースの味がぐっとね引き締まります。ということで調味料を加えていきまっちょね。まずはもちろんマヨネーズ、ケチャップ。このままだとたくあんの塩気で少し塩辛いので、お砂糖。材料紹介に入れるのを忘れていたんですけれども、塩コショウ、そしてアクセントのブラックペッパー。そしたらこちらを卵を潰すようにして混ぜていきまっちょね。卵の潰しすぎにはご注意ください。でね、卵を潰しながら混ぜる際にはフォークを使用するといい感じに混ぜることができますよね。フォークの背でグッグッと押さえつけてあげるイメージでね、混ぜてあげてください。はい、ということでね、こんな感じでね、ゆで卵で作ったタルタルソースと変わらないぐらいの出来のタルタルソースができました。そしたらこちらをサンドしていきますよね。まずは広めにラップをしてあげて、ラップの真ん中にね食パンを置きまっちょね。そしてこの上にタルタルソースをかけていきまっちょね。でね、盛り付ける際のポイントとしては、真ん中になるにつれて高く、そして端っこに行くにつれてタルタルソースを少なめに盛り付けていくのがポイントです。はい、ということでね、葛飾北斎が手掛けた富岳36景の版画の真ん中に小さく映っている富士山ぐらいに盛り付けれましたら OK です。そしたらですね、この上からもう1枚の食パンをドンとね積み重ねて、少し軽く押さえつけてあげまっちょ。そしたらこちらをラップで閉じていきます。結構ねきつめに閉じてあげてください。こんな感じになりまっちょね。これで OK です。そしたらですね、こちらを冷蔵庫で少し冷やしてから食べてもいいんですけれども、今回はめんどくさいのでね、もうこのまま食べたいと思いまっちょ。ラップごと切ってあげてください。はい、こんな感じです。まちょまちょ綺麗ですよね。黒のお皿セッツ、卵サンドを置きまっちょ。そして最後にお好みでブラックペッパーとベイゼルをかけてあげたら、これでダレウマ流本当に美味しい本気の卵サンドの完成です。最近はね、飲み会で飲む機会が多いので、この食事シーンの時はお酒を控えております。ということで今回のお飲み物がこちら、せーの、でん、金色のやつ、マッチに幸あれ。ふぅ、最高マッチョね。お次に卵サンドいただきまっちょね。こんな感じでね、ラップがあるので手も汚さずに食べることができます。うまっ。いや、もうマチョマチョうまいですね。うん、これね、卵サンドなのにお酒がマチョマチョ進みます。もうたくあんがね、とにかく最高なんですよね。パンとめちゃくちゃ合います。コリコリとした食感に程よい酸味と旨味、そして苦味も加わって、非常にね大人でも楽しめるようなサンドイッチに仕上がっております。そしてケチャップを入れることで味もギュッと引き締まって、食べ応え抜群でございますよね。ということで今回の卵サンドいかがだったでしょうか。卵サンドが美味しそう、作ってみたい、誰馬が鬱陶しい、プランが可愛いと思われた方は、いいねおよびチャンネル登録よろしくお願いいたしまっちょ。それでは See you next フラン。 See you は